見えるカイカメラマガこんにちは一般社団法人カイカ GP の村松大輔です今日はですね日常生活においてつい まあ家族とかうちの自分のスタッフとかですね、職場の人とか、しかし関係が長い人に対して、カチンムカつくってなってしまって、で、その時にですね、つい言ってしまったりとか、暴言吐いてしまったりとか、手を出してしまったりとかあるかと思うんですが、そのところをですね、カチンムカつくってなった時に、どういうふうに対処すればいいかというところですね、そのカチンっていうムカつくっていう感情が実はものすごい メッセージを持っています。そのところに気づいて、そのところをですね、外にぶつけるのではなく、自分で感じてどういうふうに持っていけばいいかというところ。そうすると皆さん飛躍的にですね、人生を素晴らしくすることができます。では、画面の共有に入ります。こちらですね、ムカついてるときからのですね、大いなる気づきというところです。まず、私たちがいろんな意識を飛ばします。 できるとかムカつくとかダメだとかですね思うとこの体の原子のですね電子のところからフォトンっていう素粒子を飛ばします。そこにこのできるとかですねムカつくとかダメだとか。 大丈夫っていう意識を飛ばしていますと。これはいつもお話ししている、ドイツのフリッツ・アルバート・ポップ博士がおっしゃっています。まあ実験的に観測もしていますが、えー、バイオフォトンという形でですね、フォトンの中のです。フォトンってもう光の素粒子なんですが、フォトンがまあいろいろ電波とかいろいろあるんですけども、その中の人間、まあ生き物ですね、すべての生き物が飛ばしているフォトンがバイオフォトンです。で、これが電磁フィールと電磁場を作ります。で、磁石周りにこの磁場、 がでできるようにですねこの磁力磁,磁石の磁,磁力もです、ね、これも、えー、とフォトンなんですけれども私たち人間の周りにも何か意識すると電磁フィールドができます場を作りますっていうふうにムカつくと思うとムカつく場を作ります嬉しいなと思うと嬉しい場を作ります幸せだなと思うと幸せな場を作りますありがたいなと思うとありがたいなっていう場を作りますということをやってると。で このムカついてるとき、感情処理ができなくて、つい周りに言ってしまうとか、自暴自棄の、もういいよ、もうみたいにして、えー、暴飲暴食になってしまったり、自虐的になってしまったり、なってしままうかと思いますそのときどうなってるかというと、意識をですね外側に向けてしまって、相手に向けてるんですね、自分と相手は別物と思って、相手をどうにかしようとかってなってるとき。 が、このムカついたときにそれを当たり散らしてしまうとか、自暴自棄になってしまう行動をとってしまうっていう時のメッセージは、意識を外側に向けています。で、しかも物質側を見ています。エネルギー側を見るんではなくて、物質側を見ています。で、あとはですね、日頃から自分の心をねぎらっていない結果、外側にぶつけてしまいます。あとは、ちょっと意外なんですが、ムカついちゃダメ怒っちゃダメっていうふうに思ってるんですね。 怒っちゃダメっと思ってるから、相手が感情的になったことに対して、それを批判的になってしまうと。これ、私がですね相当長期間持ってました。怒っちゃダメと思ってることによって、相手を攻撃して、自分も怒ってるみたいな、ど、え、つ、ー、ボにはまってた時期がたくさんありました。で、じゃあどうしようと言ったら、ムカつく現象からのメッセージを組みます。何かというと、物質側はエネルギーの結果だと。 自分がねあのムカつくとかっていう場を広げているから、その電磁フィールドで現象を起こしているから、その結果だということに気づく。あとは、この当たり散らしてしまうとか、自暴自棄になりそうになった時にですね、自分の心を拾ってねぎらってあげるし、あと常日頃からですね、自分のことをねぎらうと。 客観的にです、ね、自分が、あのー、何か達成したとかご合格したとか良かったっていいことがあった時にすごいじゃん良かったじゃんって人を褒めるみたいに客観的に自分自身を褒めるねぎらってあげるということですで私自身です、ね、自分自身が私がもう人間だからそれはムカつくよねと心を拾ってあげるとこのついカチンってなった時にですね外にぶつける前にそれはムカつくわと自分をねぎらう で、そういうふうにすることによって、自分の内側の愛が拡大していくので,で、どうなってるかというと、この私たちの体があって、細胞があって、そのミクロが原子、電子になっていて、そこにフォトンっていう感情の、えー、意識の素粒子が飛び交って、ここにですね、真ん中のところに飛び交ってます。で、ゼロポイントフィールドが時間も空間も私たちの本当の意識もあって、えー、愛感謝がありますよ。 で、このムカつくっていう感情とか、許せないっていう感情っていうのは、体の原子の層のところにある素粒子のフォトンです。で、つい、そうなってしまって、外にぶつけてしまうという時は、相手を別々のものと思ってるということなんですね。相手は別々で、私とは関係なくって、相手が自分の思う通りじゃない、相手がいつも変なことしてしまうとか、相手が攻撃してくるとかって、に対して、 相手が別物と思っ,てくる思っているからムカつくと思ってしまう。そうではなくて、ですね、このゼロポイントフィールドが見えないフィールド、エネルギー側を意識してあげると。で、あ、自分がそういう磁石だったんだなと、そういう場を作ってますよ。で、しかも自分がこの日頃から自分の心が枯れてる枯渇感があると、ついカチンと、私だってこうされてないんだからとかです、ね、なんでしてくれないのみたいにこのムカついてしまうと。 いうときには、あ、そらムカつくよねと、自分の心を拾ってあげる。で、私よくやってるじゃんとねぎらってあげるということをしてあげてください。なので、まとめるとですね、ムカついてるときっていうのは、大きな気づきに至るチャンスです。まず、自分の心がねぎられていないと。で、ねぎらうっていうのは、周りからしてもらっても、自分がそこでまた自暴自棄になると、全部なし崩しになってしまうので、 周りがどうあろうが自分が自分をねぎらうしかないんですね。これはもうあの私の YouTube が皆さんをねぎらうことはできなくて、私、村松大好きが皆さんをねぎらうこともできなくて、とにかく自分の内側から私よくやってるよねとやるしかないんですね。自分をねぎらうとで。そのことによって自分自身に愛が響いています。なので、ぜひ皆さんが。 カチンってなった時に、家族に対して、スタッフに対して、近しい長年一緒にいるまあ彼氏とかね、彼女に対してカチンってなった時にですね、自分自身の心をねぎらってあげて、自暴自棄をぶつけるのではなくて、ムカついていいんですよ、ムカついていいんですが、それをぶつけると面倒なことになるので、で、自分がどんどんますます枯れてきます、で、自虐的になり、つい関係を壊してしまうということをやってしまうので、そうではなあるいは無感覚になって、 あの怒ってもしょうがないからと思って無感情になってしまうと喜びも幸せもかん感じにくくなってしまうんですね。だからムカついていいんですがそれを外にぶつけるんではなくってあそれはムカつくよねと自分をねぎらってあげるとで愛を響かせてあげるというふうにしていっていただければと思います。えー、関連動画ですねこちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では 今日も最高素敵な一日を過ごしましょうさよなら